バイバイ。バやたら見せつけてくるな。双子チャンネル。おはようございます。7月12日月曜日。月曜日だね。月曜日。あ、家が遅れたグリーンさん。右で牛乳パックに電車乗せようとしてたのがグリーンさん。今牛乳パックが倒れて大興奮したのがレッドさん。ね、牛乳パック積み木で遊んでますよ。食べない食べない。あ。ちょっと大きめの積み木みたいに楽しく遊んでます。すぐ倒さなくなったね。え、そんなことないでしょ。あ、なんか乗っけ、あ、シールだ、すごいすごい、あ、すごいすごい、なんか乗っけようとしてるの。うん、手合わせカード乗っけられそうだもん。あ、携帯は無理じゃないか。うそ、やっちゃったね。やっちめましたね。ひまりちゃん、突然の抱擁。ちゃんとしまってくれるのね。そこはいいことだ。どうしたの？あ、交代されたよ。ああ、落として壊れちゃったか。いい声、ごめんねした。ちゃんとごめんねした。出てきた。うん、そうそう、ごめんね。そうそう、ごめんね。落としてごめんね。そうそう、ちゃんとさすってあげて。ごめんねって。痛かったよ、電車さんね。レッドさんね、直すとそれでね。直せんの？直すと知らないけど、ああ、よしよし、そうだね、よしよしでね、したけどね、あ、そう、よしよし大事だね。うん、でちゃさん、きっと痛かったからね。ごめんね。バイバイ。どこに行くの？わからない。楽しそうですね、お二人さん。お父さん疲れちゃうよね。君たちにお昼寝前だから動いてほしかったんだけどな。キッチンにいな。無表情。なんで無表情？なんで見せつけてくるんだろう。嬉しそうだね。ただあれだよ、携帯電話ね、あんまり目によくはないから
今だけですよ。やたら見せつけてくるな。